エフレンナ・バーロは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス軍、リンウッド出身のプロ野球選手。左投げ左打メキシカンリーグのティフアナブルズ所属。2007年の MLB ドラフト会議50巡目で、ロサンゼルス・エンゼルスから指名を受けたことを機に、入団した。この年は、参加のルーキー級に球団でプレーパイオーニアリーグのオレム・オールズで、プロデビューを果たした後に、 アリゾナリーグエンゼルスでシーズンを終えた。2011年9月2日の対ミネソタツインズ戦を皮切りに MLB 公式戦8試合に出場した。2012年シーズンを通じてトリプル A 級ソルトレイクビーズに所属した。2013年開幕前の3月に開かれた第3回ワールドベースボールクラシックにメキシコ代表として出場。 6番打者として3試合に出場すると打率4441打点を記録した。9月には2年ぶりに MLB へ昇格、公式戦4試合に出場した。2014年開幕をトリプル A 級ソルトレークで迎え、昇格と降格が2度あったが、7月12日に3度目の昇格をしてからは、左の代打としてメジャー定着。 7月18日のシアトルマリナーズ戦では延長16回に初のサヨナラアンダ、7月26日のデトロイトタイガース戦ではジャスティン・バーランダーからメジャー初本塁打を放った。最終的に自己最多の64試合に出場して打率。245.1本塁打14打点の成績を残した。2015年7月29日、デビッド・デヘスース。 デビット・マーフィーのトレードによる加入に伴い、ディーフとなった。31日にトリプル A 級ソルトレークへ配属された。その後、9月2日に、ロースター拡大に伴ってメジャー賞を獲した。最終的には54試合でプレーし、前年を上回る打率、253をマークした。守備では一塁手を守った、試合数29が最多で DRS プラス4。 無失策と高い守備力を発揮。他には、左翼手15試合、右翼で2試合を守り、どちらでも、無失策、左翼手では、DRS プラス2を記録し、外野守備の安定度もアピールした。2016年1月19日に、アルアルバカーキの加入に伴い、戦力外となった。2016年1月26日に、金銭トレードで、ボルチモアオリオールズへ移籍した。 2月25日にヨバニガイアルドの加入に伴ってディーフとなった。2月28日に40人枠を外れる形でトリプル A 級ノーフォークタイズへ降格し、同日 FA となった。2016年3月2日にシアトルマリナーズとマイナー契約を結びスプリングトレーニングに合流した。3月11日に第4回 WBC 予選の メキシコ代表に選出されたことが発表され、2大会連続2度目の選出を果たした。同大会では、メキシコ代表は本選出場を決めている。開幕後は、参加のトリプル A 級タコマレーニアーズでプレー。6月29日に自由契約となった。2016年7月5日にメキシカンリーグのティフアナ、ブルズと契約するが、1試合に出場しただけで退団。 直後の7月7日にセントルイスカージナルスとマイナー契約を結び、参加のトリプル A 級メンフィスレッドバーズへ配属された。この年はトリプル A 級タコマ時代も含めて2球団合計で128試合に出場して打率。275.7本塁が48打点の成績を残した。オフの10月18日にサムライジャパン野球オランダ代表野球メキシコ。 代表強化試合のメキシコ代表に選出された。11月7日に FA となった。2017年1月10日にタイガースとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズンでは開幕から8月末まで参加のトリプル A 級トレド・マット・ヘンズでプレーし、9月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 この年メジャーでは23試合に出場して打率、230点に本塁打、2打点の成績を残した。オフの11月3日に40人枠を外れる形で、トリプル A 級トレードへ配属された後、7日に FA となった。2018年1月31日にシカゴカブスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕は、 参加の AAA 級アイオワカブスで迎え、4月10日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。しかし、5月26日にクリス・ジメネスのメジャー契約に伴ってリーフとなり、29日に再びマイナー契約となって AAA 級アイオワへ配属された。AAA では出場48試合で打率、310、4本類打、29打点の成績を残していた。 阪神時代2018年6月15日に NPB の阪神タイガースと同年、シーズン終了までの契約で合意したことや、ナバーロの保有権がカブスから阪神へ譲渡されたことが発表された。この年に阪神が4番打者候補として獲得したウィリン、ロサリオナイア州の打撃不振を踏まえた契約で、推定年俸は3300万円で、背番号は99。 入団後は、ウエスタンリーグ公式戦3試合の出場を経て、6月29日の、対東京ヤクルトスワローズ1 0 9回裏に、代打で一軍公式戦にデビュー。右腰的時打で、初安打と初打点を記録した。以降の試合には、一類種としての起用を中心に、左翼種や代打などでも出場。9月には、月間打率35、353を記録した。 レギュラーシーズン通算では、一軍公式戦66試合に出場。34試合で一塁、21試合で外野を守りながら打率。276、3本塁二25打点という成績を残した。シーズン終了後の11月13日に、翌2019年も阪神に残留することを発表。2019年、 開幕戦となった3月29日の対、ヤクルト戦に6番一塁手としてスタメン出場。NPB た球団を経ず、阪神にシーズン途中入団した外国人野手がそのまま残留し、翌年の一軍公式戦に出場するのは1961年のマイク・ソロムコ以来58年振りの出来事。しかし、故障によりで遅れていた。 新加入のジェフリー・マルテの実戦復帰に伴って4月29日に出場選手登録を抹消された。抹消後はウエスタンリーグ公式戦51試合に出場したが打率。187、1本塁打、19打点と振るわず、外国人枠との兼ね合いもあってシーズン中の1軍、復帰はならなかった。最終的に1軍では15試合の出場で打率。 209?0 本類打、2打点に終わり、全日程終了前の9月28日に帰国した。オフシーズンには、第2回プレミア12に出場するメキシコ代表に選出され、アメリカとの3位決定戦でサヨナラ的地代を放つなど、中心打者としてメキシコの3位入賞を呼び、東京五輪出場決定に貢献した。その後、阪神への残留には、 至ることなく12月2日付で NPB から自由契約選手として公示。2020年2月10日、メキシカンリーグのティフアナブルズとの契約が発表された。左打の中距離打者でラインドライブの打球で外野の間をネクシュアな打撃が持ち味、左投手を苦にせず、2018年はトリプル A で対左打率400を記録した。守備面では、 一類種の守備力が高く評価されている。一方で、左翼や右翼の守備経験も持つ。エンゼルスに入団した2007年のドラフトでは、全指名選手1453人中1450人目での指名を受けて、プロ入り。ここからメジャー昇格を果たしたのは奇跡に近いとも評される。阪神に2015年まで6年間在籍していたマット・マートンとは、 2017年シーズンにトリプル a トレードでチームメイトになった縁で進行がある。阪神への入団に際しては日本を楽しみながらアジャストしていけばしっかりとやっていけるとのアドバイスを受けた。2015年から北海道日本ハムファイターズ千葉ロッテマリーンズに所属するブランドン・レアードとは野球メキシコ代表でのチームメイトにあたる。2017年の WBC では 代表チームのクリーンアップを任されたレアードを上回る成績を残した。阪神入団の直後に日本ハムと対戦する直前には日本野球への適性の高さについて当時日本ハムに在籍していたレアードから太鼓板を押されていた。ありがとうございます。